皆さん、こんにちは。楽々マクロ経済学入門試験対策講座の35回目を始めていきます。この講座は森が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。え今日は236ページからの ISLNPP 分析についてお話の方をしていきます。 こうしたですね、i s n m 分析の中に新たに BP バランスオブペイメントいわゆる国際収支均衡曲線というものを含めた分析手法ということになっていきますさてこの i s l m b p 分析というのはどういった領域で学習をしていくのかというのをですね、まあ、前回の為替レートの調整のお話を含めて考えていくことにしますえ皆さん方は、 マクロ経済学を最初に学習した時に45度線分析というものを最初に学習をしました45度線分析というのはいわゆるこれは財市場分析です。物の需要と供給総需要総供給というものを通じて物財のバランスというものを見ていったわけです ここで,です、ね、前回、学習した為替レートに関する問題というのは、この財市場分析の領域内に入っていきます。為替レート関係の問題ですね。ここに入ってくるというふうに考えてください。 そして、今日ここで取り上げていくのは、もう一つの市場である貨幣市場というものについて考えていく必要っていうものがあります。貨幣市場にも可変市場というのは、やはり財市場と同じように需要と供給というものがあった。そして、この需要と供給というものがあっ でその財市場および貨幣市場というものを同時に分析をしていくそれがいわゆる i s l m 分析というものになりましたこんな形ですね この ISLM 分析、いわゆる財市場と貨幣市場の同時分析というこの範囲内、この中にいわゆるえ今日これから取り上げていく ISLMBP 分析のまあ問題がここの中の領域に入ってくるということです。 つまり ISLNBP 分析というのは財市場であるいわゆるものですね。ものそして貨幣市場である金物と金というものをまあ同時にこれからまあ分析をしていこうということになっていきます物のと金ですね。こんな形ですさてまず第一に物です。 物というものがどういうような形でですね、大きさが決定していくのかというのを見ていきます物財の需要と供給に関してこうしたまあ国際市場で考えていくのであればそれは経常収支の大きさで決まるというふうに考えることができますまたは貿易収支です 経常収支っていう言葉をですね、まあ調べてみると、まあ貿易収支よりもまあ範囲が広いじゃないか、要するに統計上では範囲が広いじゃないかっていうふうにまあ思われがちなんですけども、あくまでここでやってるのは経済理論なので、まあ経済理論の話で言うので、経済理論の領域内でまあ形状収支 とといううここを、を言葉を使う時には、まあ大体この貿易収支と同じ意味で使われるとといいうことになっていきますですのでこのものの大きさですねものというもののどれだけの大きさになっていくのか要するに黒字になるのか赤字になっていくのかっていうことに関しては言うと貿易の大きさで決定されていくというふうに考えますえつまり輸出マイナス輸入の大きさで決まるということです えそして輸出マイナス輸入まあ輸出っていうのは有効需要のプラス部分です輸入っていうのは海外へと流れていってしまう有効需要のマイナス部分ですこの輸出マイナス輸入というようないわゆる経常収支いわゆる貿易収支の大きさはどのように決まるのかっていうとこれは所得の大きさで決まるというふうに考えることができます所得の大きさで決まるんですよということです。 この所得の大きさで決まるというですね、形、これをグラフによって明らかにしておきましょう。まあ、復習になりますけれども、簡単にグラフの方を用意をして確認の方をしていきます。 横軸に国民所得 Y を持ってきます。そしてこの中に輸出と輸入という2つの関数をこの中に描いていくことにしましょう。まず第一に輸出です。輸出っていうものは所得に依存する関数ではないのでこのように一定値の値として輸出というものを表すことができます。そして次に輸入です。輸入はこれは国民所得の増加関数です。 国民所得が上がれば上がるほど輸入は大きくなっていくというようなこういった関係になっていくわけです。で今現在ですね国民所得の水準が今現在ここであればこれは輸出と輸入というものが均衡していますのでプラスマイナスゼロということになります。ですのでここでの水準であれば経常収支は均衡していますけれどもこれ以上国民所得が上がれば上がるほど経常収支貿易収支はマイナスになっていく。 赤字になっていくもののこの市場というものに言うを赤字になっていくということがわかります国民所得が上がれば上がるほど経常収支は赤字になっていき逆に国民所得の大きさが小さければ小さいほどこうした輸入が小さいですから黒字になっていくというこういった関係が 関係を見ることができるわけですね。赤字の領域とま黒字の領域というものに関して言うと、このように国民所得の大きさによって識別をすることができるということです。次に金です。金というものに関して見ていくことにしましょう。金に関して言うと、これは資本収支というものによって決まることになります。 資本収支というのはこれはですねどれだけ資本が流入してくるのかそしてどれだけ資本が流出していくのかというその差によって 見ることができます。もし日本国内で資産というものを運用した方が有利であるというふうに考えてくるとまあ海外からお金がどん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 入ってくるであろうし日本国内での資産運用が不利である。 いうふうに考えるとお金というものがまどん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 出て行ってしまうというようなこういった関係になっているわけですねそしてこの資本収支の大きさというものはまあ、何に依存するのかというとこれは利子率に依存するというふうに考えます利子率に依存するというように見ることができます まあ、所得と利子率という言葉が出てきた段階で、おこれは ISLN 分析の範囲そのままじゃないかっていうふうに、まあ、思っていただければ結構なんですね。えー、まあ、利子率によって、どういうような形で資本収支の大きさが決まるのかっていうものに関して言うと、これもやはりグラフによって明らかにさせておきます。グラフを書くと、えー、ここでですね、利子率、そして資本というものを持っていきましょう。 こんな形です。そうしたときに、利子率が下がれば下がるほど、利子率というものが下がれば下がるほど、ここでお金、 利子率が下がれば国内での資産運用というものが不利になっていきます。ですから、利子率が下がればですね、国内で資産運用をするよりも、海外、利子率の高い海外で資産運用をした方が有利であるってことで、国内にある金が海外に出ていってしまうということなんですね。ですから、資本が流出していきます。逆に、 こうした利子率がどん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 ん上がっていけば上がっていくほど国内の利子率がどん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 ん上がっていけば上がっていくほど自分たちの国よりもいやこれ日本で資産運用をした方が有利じゃないかということになりますのでこの,このような状況であれば資本が流入してくるということが言えています。 利子率が高ければ高いほど、日本での資産運用が有利になるから、流入がこのようにしていく、資本が流入してくるということが考えられます。ですので、先ほどの同じように、今現在利子率の水準がこの水準であれば、流入と流出が均衡していますけれども、それ以上に利子率が高いような状況であれば、流入の方が大きくなりますので、 資本収支は黒字になっていきます逆に資本利子率がどん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 下がっていけば下がっていくほど日本でのその資産運用というものが不利になっていきますよねですから資本の流出というものがどん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 増えていきますから資本収支っていうものは赤字になっていきます赤字へ転落をしてしまうというこういった状況になっていきます さて、ここでですね、物と金という二つを取り上げていきました、えー。物に関しては所得の大きさに依存するであろうし、金に関しては利子率の大きさに依存するということになっていきます。そして、この二つ、物と金というものを二つ足し算をしたもの、それが国際収支ということになっていきます。国際収支です。 国際収支というものは、いわゆるものと、経常収支と、金、資本収支です。二つ足し算をしたものになります。そして、この二つ足し算をしたもの、こちらがもので、金です。この二つを足し算をしたものが、 必ずこれがゼロになるんですね。ゼロになる。国際収支というものがゼロになっていく。必ず均衡するような形になっていく。国際収支均衡曲線というような、いわゆる BP 曲線というものが、まあこういうような形で均衡するような、こういったグラフになっていくんですね。で、なぜこの均衡するのかっていうことを考えていくと、物と金というもののバランスは常に均衡している。 これはですね、まあ、複式簿記的な考え方があるんですね。複、えー、式簿記をまあ学習した人にかとっては、まあ、すぐにピンとくるはずなんですけども、まあ、どういうことなのかっていうと、物と金っていうのは、必ず対借が一致するようになっているんですよ。例えば、えー、海外から車を買ったっていうふうに考えてみると、車が入りますよね。車という資産は入ってくるけれども、お金という資産は出ていくんですよ。 要すするに資本ですよね。物が入ってくるけれども金は出ていってるんですね。プラスマイナスこれをですね要するに簿記上で考えるとプラスマイナスゼロになっているわけです。 で、この考え方が、いわゆる今個人的な取引というわけではなくてですね、さらにこれは国レベルで考えても、こうしたものと金のバランスっていうものが一致するような、こういった形になっているんですね。ですから、この国際収支がゼロになってくるような、こうしたグラフということで、BP 曲線というものをこれから導出をしていくということになっていくわけです。さて、BP 曲線を やっていくことにしましょう。統一をしていくことにしましょう。テキストでは二百三十七ページということになります。B.P. 曲線です。I.S.L.M. 曲線と同じですね。グラフの中に入っていくことになりますので、縦軸には利子率、横軸には国民所得というような形で用意をすることになります。 利子率とと国民所得いいう形になっていきます例えば BP、今現在です、ね、物と金というもののバランスがきちっとできているような状況でからスタートしていきます。E 点において国際収支は均衡している、国際収支がゼロになっているというような状況を想定しましょう。でここで,です、ね、例えば、な、まあ、何らかの理由で国民所得が大きくなったとしますすそうすると F 点に来ます。 F 点という状況では国民所得が大きくなるってことは、いわゆる経常収支がここでですね、マイナスになってくるということがわかります。国民所得が増加をすると輸入が増えますので、ここの輸入が増えるってことは経常収支がマイナスになりますから、経常収支のマイナスを受けて国際収支がマイナスになっている。 といいうことが言えているでしょうでこのマイナス部分をカバーするために何をすればよいのかっていうと今度は利子率を上げる必要っていうのがあるんですね。 利子率を上げればここで資本の流入が起きるということですから資本の流入が起きて資本収支がプラスになれば経常収支のマイナス部分を資本収支のプラスがカバーすることができるわけです。それによってここで2つを足し算した国債収支というものがここでですねまたゼロになるバランスが取れるということになります。 で G 点というものがこのように見出すことができるということが考えることができます。ですから、E 点で均衡している。で G 点でも均衡しました。国際収支が均衡していたこの2つのグラフというものを、2つ合わせたもの これを両方が国際収支が均衡してますから、国際収支、均衡曲線がこのように BP 曲線というものがこのように導出をすることができるということです。BP 曲線に関して言うと、今言ったように国民所得が上がれば国際収支と経常収支がマイナスになりますから、そのマイナスを受けて国際収支はマイナスになるということですから、BP 曲線のこちら右側の領域ですね。こちらの領域では国際収支は赤字になっているはずです。 逆にえこちら側の左側の領域左側の領域では国際収支は黒字になっていますこのような形でえ BP この曲線のこの線上であれば国際収支は均衡しているんですけれども両方のえこうしたです、ね、右側と左側の領域内で黒字の領域と、まあ、赤字の領域という2つがあるということが言えていますで BP 曲線というものは ま、資本移動の、まあ、規制が緩やかになればなるほど、まあ、こういうふうにですね、だん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 、えっ、ー、と、BP 曲線の線上も緩やかになってくるんですけれども、えー、基本的に試験で出てくる BP 曲線っていうのは、公務員試験で出てくる BP 曲線っていうのは2つしかないんですね。えー、2つしかなくて、垂直な場合と水平な場合と。 非常に単純なんですけども垂直な場合と水平な場合という2つが出てくることがありませんまず1つ目のパターンです1つ目のパターンとして資本移動がゼロの場合です資本移動が全く なくて国際間の関係というものが貿易のみの状況になったときグラフはこんな形になります。 BP 曲線は垂直に横軸に対して垂直に描かれるということになりますでなぜ横軸に対してまあ垂直になるのかっていうことを考えていると今現在資本収支資本移動がゼロってことは資本収支が全くないんですよねだから資本収支が全くないような状況であれば国際収支イコール経常収支要するに貿易の輸出入のみで決定されるってことなんですよだから輸出入のみでで決定されるんですから 当然に国民所得がこの今現在均衡している水準よりも上がれば国民所得が大きくなりますからこちらの領域では当然に赤字になります。 赤字の領域になって国民所得が小さければ小さいほど輸出の方が大きくなりますからこの均衡している水準よりも国民所得が小さければこちら側の領域ですねこちら側の領域では国際収支は黒字になっているわけですこんな形で赤字と黒字というものを両方分けることができるでしょうそしてもう一つのパターンですね、まあ、こちらの方が頻繁に出ます 資本移動は完全な場合、まあ、完全資本移動という形でも出てくることがありますその場合で言うと 利子率、国民所得として BP 曲線がこのように水中横地に対して水平に描かれます。BP 曲線というものが、まあ、こんな形で描かれるということになります。このような状況であれば、下の領域は赤字,になります赤字の領域で上の領域ですね。 BP 曲線の上の領域が黒字になっていきます。このような形で赤字の領域と黒字の領域ということを分けることができる。でなぜ資本移動が完全であれば BP 曲線というのはこういうふうに水平になるのか、横軸に対して水平になるのかというのをちょっと考えてみましょう。で資本移動が まあ要するに規制があるわけですお金の。お金の移動っていうものに対して非常に規制があるわけです。その規制というものがだん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 撤廃されていって、いくらでもお金というものが移動が緩やかになってくる。規制がなくなればなくなるほど、BP 曲線というものはこういうようにだん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 ですね、傾きが緩やかになってきます。じゃかなり資本移動が緩やかになったというような状況を考えてみましょう。 えー、こんなようなーとを考えることができます。そうしたときに、あらゆる資本移動が、の、対する規制というものが撤廃されて、今現在の、あの、BP 曲線が非常にこういうふうに緩やかなカーブになっているとしましょう。こんな形になったとします。そうしたときに、まあ、どういうことが起きているのかっていうと、ほんのちょっと でも利子率が上が上った時にほんのちょっとでも利子率が上がればドバーって海外からお金が流れてくるわけです。でその要するにこのちょっと上がっただけでも要するに圧倒的なな大きさでで資,資本収支がプラスになっちゃうわけですよねだけどその資本収支のプラスをマイナスでカバーするためにはものすごい大きさの国民所得を上げなければならないっていうことですよね。 もののすごい大きさの国民所得を上げて、要するにものすごい大きさの国民所得を上げてここで経常収支をマイナスにしてこのプラスの部分というものをカバーするというこういった作業になっていくんですよ。 このプラスをカバーするってことになるわけですよね。そうしたときに、えー、考えてみましょう。ほんのちょっと利子率で上がっただけでものすごい資本が入ってくるわけですから、もうこういうような状況になってくると、もうカバーしきれないわけです。カバーしきれない。要するに形状中心モノの市場でカバーしき、えー、しきれないような状況っていうのが起きてしまう。 ですから、もうこの資本移動は完全な状況であれば、すでに物の市場というものは考える必要っていうのはもうなくなっちゃうわけですよね。もう資本の大きさだけでもうこの国際収支というものが完全に今、まあの大きさというものが支配されてしまっているというような状況になっているということです。ですから、こうした形で水平に、横軸に対して水平に描かれるということです。で、今のこの話を知ったらわ、お、分かりなり のように資本移動がゼロの場合であれば所得に対して要するに経常収支だけを見ていくのでここの所得の大きさによって貿易のみを見ていくことになっていきます。 そして、資本意図が完全であれば、もう圧倒的な大きさで、ですねこの利子率が上がる、下がるという、ほんのちょっと上がっただけでも、ですねどん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 海外からお金が流入していって、それはもう貿易云々でカバーしきらないほどの大きさのが出てくるわけです。ですから、資本意図が完全な場合というのは、この利子率。 えっと、利子率というような資本収支だけで、えー、こうしたですね、まあ判断をしていくというような、こういった作業になっていきます。まあ今言ったことはですね、何の、何のこっちゃっていうふうに思うかもしれませんが、まあこの後でですね、マンデル・フラミングモデルをベラシュしたときに、今言ってきた、今言ったことがですね、あ、なるほど、あの時に言ってきたのはそういうことなのかっていうふうに、まあ分かっていただければと思います。とりあえず、今日はですね、ここまでの作業ができればというふうに思っています。 さて、えー、今日はここで終了です。どうもお疲れ様でした。